どこ？マー君の肉かな。あ、マー君や。入れちゃう。終わったわ。10分ちぐらい出てる。あ、そうや。あ、まだ。あ、おかちゃん。ポイントパワラくらいじゃあるとか。パワラ買って馬くらいしてるとかって。10分近かったってことだけ。あ、用心あふれちゃう。よう倒れた。うん、いや、普通に足腰の筋肉変わらんとかって、ね、肘は出るんだもんね。おー、待って、あと1枚、2枚、午前中で帰る。まあいいわけね。ちょっと昼会用事よ。か、今年抜か。なんか抜かも。いや、俺らも全然出てるかも。ああ、抜か。水遊びしよったわ。あー、いいか。ちょうど。バーベキューしたぜ。これしたよ。あ、じゃあほとんど不安だよね。あ、わかった。死ぬとこよ。まだ決まらないかんね。取るまで取り替えたわ。成人させるでしょ。やるかと思うさ。60超えてね、決まらない。まあ仕方ない。まあね、仕方ない。もうここに上がって仕事あるの？今、大学、高校と大学。あれ、行っちゃえ。行っちゃえ。大学やる金持ったね。プリンね、弾けてくれたらね、あ、はい、失礼だよ。よかった、弾けらさんけど、なかなか。今、追うかけんね、大電取りよっけんさ。昔なかなか、昔からしよう人はね、やっぱ結構多かばってた。新規はなかなか難しかった。なかなかね。まあ、オープンの。ルーキング屋さんが結構再生されてる。ああ、そうさ、やっぱ、ね、ためなるけんね。そうね、修理がね。そうそう。仕切らんとできることになってるね。まずね、やっぱね、してみるとは思わん。めんどくさがる。いや、こういうの余計壊したら嫌で、ガイドあるとさ。逆にも、あ、こいならほんとで任せた方がマシにって思うことになる。それは時間かけるよりね。そう、自分でするよりも出して金かけてね、綺麗してもらおうと思ったら。はい、だからしてみたかっても思うかって、こいで余計壊したら余計壊って金かかるから。たったんだけどとかね、してみようかなと思うかって思うかって、時間考えたらね。そうさ、手間暇な。そうそう。なんかしてみようかなと思ったので、ちょっと来年は北海道とか攻めてみるけん、展示会。いいね。今度はどっか展示会あるか。いや、あるよな。どこもあるよな。うん、もうちょっとしたらあるかもしれんだって。熊本はあるかもしれん。なんでまだ今んとこないだって、情報はね。展示会があるかもしれん。サマーとハルちゃんが？いやだろうね、あるだろうか。福岡が今年あるじゃんか。だいたい今の時期福岡あるじゃんね。国際センター編出たり。あ、そうや。夏場にだいたいあるじゃんね。夏場はだいたい忙しかろ。マジ意外と福岡と多いの行ったもん。あ、そうや。何年か前で、ちょうどたまたま行った
からあれだけ行ったもんね。ああ、なるほど。うん、椅子狩りに何回も行くなって言ったら、天狗狩りって言って帰ろうって。ほんと生活に遭遇せん。いや、めった遭遇せん。前はね、MSK の病気会見だったら熊本の辺まで行けると思ってね。熊本がでかかった。やっぱこの辺で言うたら熊本かな。うん、あそこの方が大規模かよ。そうですね、機械的には大きい。何年でかかった、何年でかかった。この辺じゃもう無理やな。ああ、一番辺じゃ使わないもんね。また県作りへ全然違う。ああ、で、土質まで違うか。そうね、だいぶ違う。やっぱ自動再生してるのがいいね。あれ、寿司焼き、寿司焼き、枕の。ああ。こういうのついとったときれいだな。自動再生から自動焼き。うん、自動再生から今きれいだな。枕のモチーフあるか、ちょっと。朝が、朝満タンしてきて、もう一回足回り。あ、そうやん。朝満タンしてきとったのこれ家か。おやさん。ないでしょ。あ、いたいた。よし、ちょっと待って。